知床沖で観光船が沈没した事故で、運航を自粛していた他の小型観光船が今日から営業運航を再開しました。今日営業運航を再開したのは、斜里町ウトロで小型観光船協議会に所属する3社のうち、ドルフィンとゴジラ岩観光の2社です。午前10時の便は19人の観光客が乗船しました。2月からぐらいから計画してたので楽しみだったんですけど、評価されてるでしょうから、それほど不安はないです。今回の事故を教訓に、小型観光船3社は出航は必ず複数の業者で判断し、単独運航を避けることや確実な連絡手段を確保することなどを定めたルールを設けています。社長、今日にも事業許可の取り消し処分が行われるということですが、何か一言お願いします。一方、北海道運輸局は今日、事故を起こした運航会社知床遊覧船に対して国の特別監査で19の法令違反があったとし、事業許可取り消しの行政処分を行いました。事故を理由に事業許可が取り消されるのは全国で初めてです。